はい、どうも皆さんこんにちは。三賢者の新平です。今日も言霊やっていきたいと思います。ゼロから始める言霊パート2ということで、前回の動画で大陸をまずクリアしようね、まずまあガチャを引こうで大陸をクリアしようっていうところまで、行ったんですが、その次ですね、このアカウントでも大陸を無事初級ですねクリアしたので、はい、初級をねこうすべてクリアしたので、ボックスもこんな感じににぎわってはきています。まあ、このイカルマとかはね、最初の1周年記念の、ガチャで手に入れたものですが、読み戸の狼とかどういうのかな、ようだから、はい、この辺10頭身をね、無事手に入れています。で、はい、待ちに待った次何するかなんですけども、まあ次はガチャを引きましょう。まあいきなりねガチャを引こうって言って大陸クリアしてまたガチャなのかって話なんですけど、大陸をクリアすると相当数石が溜まります。そして今の段階環境だと石が相当溜まりますので、これを使って、ルーキーステップ召喚、これをまず、やっていきましょう。で、この召喚はステップアップしていくと神器が最後に、これか、はい、闇6の星が1体確定&神器がいずれか1体もらえます。はい、なのでまずは神器を手に入れるためにガチャを引いていきましょう。とても強力なね、ことは我慢なので、はい、もうね相当もう今の音今の言霊のね、環境だと相当数石が溜まっていくので、めっちゃ出たな、なんか。はい、巴御苑。そして、案内は初かな、俺は。お好み玉。お好み玉初じゃないよね、服だよね。はい。破竜拳。はい。おなじみハリウケンですね。が2体と。ちょっと今、お休みモードにしよう。ちょ。はい、そして2回目。1回目のね、ワンステップ目は、ガチャが500、虹の言霊500個で、引けるのでね。2回目は1000個で、水の、星子が1体確定と。はい、で、調子に出れたかな。ま、これは？え、嘘！はい、稀にこういうこともね、あるもんですね。ご神託を手に入れてしまいました。まだ本赤でも持ってないのに。はい、セロリ。ちょっと待って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 。え、嘘やん。ずる。ビギナーズラックってやつですね。はい、そして木の星子一体確定のガチャ。これで2500あればね、ここまで引けますね。これはギルガメッシュかな？いいですね。ギルガメッシュ、貴族性のアタックを100、所持していた。あ！進化後で登場するから、もともと持っていたものは進化するってことなんだ。へぇ。どんどん行きましょう。で、4回目。これで3500ですね。必要な。なので、全部で4500個石があれば、引き切ることができます。これはゆっくりやっていっても大丈夫な個数だと思うので、必ず引いておきましょう。神器はね、まあ、1月に1体もらえると言っても、なかなか、時間はかかってしまうので、はい、シャリエル。これも非常に強力な言霊ですね。あ、調子に出れる。はい。ヤシャリエルはですね、光属性のアタックを 100% アップですね。お、ヤンデレビアタン。これは水属性のアタックを 100% アップ。はい。そして、5回目。闇の、確定1体と神器1体。
ですね。はい、まあ、実は、もうちょっと早く動画を撮って、言霊釣りを聞こうと思っていたんですが、まあ残念ながら、あ、オーロラね、も、はい、オーロラも進化と、まあ、残念ながら期間を過ぎてしまい、ちょっとね、動画外で弾くのもどうかなと思ったので、はい、ということで、神器のね、ことの実を手に入れました。1個もらえますね。で、今現在僕はログインボーナスでことの神器のことの実を持っているので、2体、さあこれは買いの壺ですね。うん、服アップか、かぶったな。はい、こ、あ、言葉のまがたも、これかぶりじゃない？かぶりですね。はい。で、はい、この召喚の、あ、召喚じゃない、進化のね、素材ですね。進化素材をもらえるので、こうやって、どんどん、これね、一括でもらえるようにしたいよね。よいしょ。はい、ということで、ルーキー召喚ガチャを、引き切りました。で、じゃあ次何するかなんですけども、育成をしましょう。たくさんの星56キャラクターが手に入ったと思うので、まずはこのキャラクターたちを強化していきましょう。そして、強化してやることといえば進化させることですね。はい。で、中には例えば、この金目当てな進化素材、ナンガタボガとか、あとはノエルとかだと、バラウールチルとか、プラチナガとか、ちょっとまだ現代界では素材として必要なんですけども、倒すことが難しいキャラクターとかもいます。なのでまずは進化できるキャラクターから進化させていくっていうことと、レベルアップをね、マックスにしていくっていうところですね、をしていきましょう。で、おすすめの、属性なんですけども、あ、ログインボーナスが、はい、おすすめの属、よし、おすすめの属性ですね。はい、この育成の後に、じゃあ、どのステップに進むかというと、今度ここですね。降臨を次々とクリアしていきたいんですよ。で、特にこの、キョンシーとか、アジンガー X とか、リーバルキリーとか、リンドウブルムとか、スルトーテム。もっと言うと、癒し水、瞬死、ゆるはげものつ、追撃、なぎだけ。あと、ソケットシジル、シルクリード、ソーランパスとかの、この回復の子たちは特に手に入れていきたいんですよね。なので、癒し水とか、瞬死とか、まあ自分が欲しい回復キャラに行ける属性から倒していくのもありです。あとは、リーフくんっていう満腹のキャラクターがまずもらえるんですよ。このリーフくんね、この宿題のあのキャラクターですね。リーフくんってもうもらってたっけ？リーフくん、リーフくん、あ、もらってますね。はい。で、このリーフくん、満腹なので、ドロップ報酬がちょっと、1個増えます。1枠増えます。で、これをリーダーにして、降臨を回ると、まあ、周回効率が良くなるということなんですね。なので、まずは木を育てていくっていうのもありかなと思います。で、木を育てて、まずは癒し水に行きましょう。今もね、僕ね、初級をクリアしてしまってるんですけども、はい。初級であれば、育成しなくてもワンチャンいけます。ただ、ちょっときついです。で、中級に関しては、育成しないときついと思います。なので、しっかりと育成して、癒し水をまず取りに行く。
1体でもいいと思います。1体で良ければ職業をクリアすればもらえるので、1体でいいって方はそれでもいいと思います。ただ、服を上げていくと、いわゆるたくさんね、キャラクターを集めていくと、はい、回復量がどんどん上がっていきます。はい、強いところ、チェンジガード、スゴ技が4文字、回復キャラ。弱いところ、服を上げたり、超過したりしないと、アタックが低いので回復量が少ない。お手軽攻略情報、貴族性のアタッカーが上がるキャラ、貴族性のキャラのキャラ、貴族性キャラ中心のパーティーで編成しようっていうことですね。はい。で、癒し水をプッシュする理由として、こいつ後半までガンガン使うんですよ。そのうち、ハイヤシンスというキャラクター、司祭ですね、結構強いキャラクター、イの文字があると、アタックが160アップっていうキャラクターが、取れるようになるんですけども、そのパーティーにほぼほぼくっついてくるキャラクターなので、こいつは後半まで使えます。なので、もうまずは癒し水ひたすら周回とかでもいいかもしれません。属性違ってもね、デッキに入れる人なんかも多いので。はい、ということで、今回の動画では、貴族性を中心にちょっと強化していきたいと思います。で、強化の仕方なんですけども、まず、リーダーとしてよく使いそうだなっていうキャラクターは優先的に強化していくといいと思います。あとはガチャキャラ、星56のキャラを優先的に育てていくべきなのかなとは思います。はい、あとは進化しているキャラですね、すでに、はい。マリージアとかもね、せっかくなんで。で、マリージアとかこうね、強いやつが当たるのはすごくいいことなんですけども、絶対進化できないんですよ、まだ最初は。なので、別に無理に強化する必要もないかなと思います。はい、で、56を中心にね、進化していくって僕今言って、こう進化させていってるんですけども、結構、もう一個大事なのが、こう、ノエルとかね、進化まだできないんですよ。ちょっと素材がね、取れないから。金目当てだと、まだちょっと、こいつだったら大丈夫かなと思うんですけど、ちょっとまだね、難しかったりするんですけど、例えば、ツルロギ、うん、は、瞬視なんですね、素材が。なので、こいつはちょっと進化させやすそうだと。星4号のね、キャラクターが素材なので。で、まあ、しれっとね、コラボでもらえるキャラクターとかもしっかりと強化をしていく。で、もちろん56から育てていくのもありです。むしろ強いキャラクターなので、ステータスがね、そのまま、その分上がるので、使いやすくはなるんですけども、このゲームの面白いところとして、こういう、ちょっとレア度の低いキャラクターも強化していくといいです。なぜかというと、キャラクター性能が100のゲームではなくて、結局言葉を作れないとキャラクター性能が高くても戦えないので、うとかいとかんとかですね、いわゆるつなぎ文字に関しては積極的に強化をしていきましょう。はい、で、貴族性のキャラクターに関しては割とこれがバランスよく揃っているかなっていう気もします。ただ、中堅レベルですねの津波疑文字が少ないんですね。ガチャキャラでほぼほぼ限定キャラ、または本当にちょっとレア度が低くて、そこまで強いとは言えないキャラクターのどちらかっていう差が激しい。中間層がいないので、まあ最初のうちはこういう、銀のねに言霊とかでも手に入るようなキャラクターをしっかりと育てていくっていうのが大事になるかなと思います。はい、本当にこの辺をしっかりと育ててないと、ま、ちょっと辛くなってきたりとか、あとはせっかくねダメージが出せるキャラクターがいるのに、言葉が作れなくてダメージが出せないっていうこともあり得ます。はい、で、まあ、そんなもんですかね。金目当てなも強化しておこう。はい。
で、ステップ2が終わりましたね。育成をしよう。このパートが、あ、まだです。終わってません。ごめんなさい。はい。このパートで大事なことを言うのを忘れてました。育成の順番、さっき言ったんですけども、回復キャラクター、優先的に育てていいと思います。例えばこのハーブ。はい。進化も割と簡単にできます。どんどん育てていきましょう。回復があればね、長持ちするので戦いが、長期戦に持ち込めます。でこいつとかがそうだったかな、違ったっけな、まあいいか。はい。で、まあハーブもそうなんですけども、例えばこの辺使えるとか、高鳴るとか、高鳴るか、うん、とか、回復のキャラクターですね、技がなんかも、合わせて育てておくと、まあ、ビビたるものかもしれないですけど非常に役に立ちます。はい。そして素材が不足してきましたね。こういう場合は、木曜日の素材クエストに行って素材を集めましょう。でガンガンキャラクターを進化させていく、このルーティンをしばらくやっていいと思います。はい。で、少し強くなったら降臨に挑んでみて、で降臨のキャラクターを手に入れたら、まずそいつを進化させるために進化素材クエストに行ってっていう、この繰り返しですねをやっていくといいと思います。はい。そしてステップ3でございます。デッキを編成しようっていうところですね。デッキの組み方です。ただ単にこうやって、まあ、そうとして強いやつらをガーッと入れていく、これも弱くはないとは思うんですけども、文字が絶対にほぼほぼ組めないです。なので大事なのは文字を作ることを想定してデッキを編成していく。で、まあ盤面にねそもそも存在する文字とかもあるんですけども、僕が個人的にこう意識で組んでることは、手持ちの中で4文字が作れるように、少なくとも3文字が作れるようにっていう編成はしています。あと、まあ、最低限2文字作れるように。うん。例えば、はっていう言葉を入れたら、はんとか、はいとか、はくっていう言葉がありますよね。なので、いと、くと、を合わせて入れたりとかいう感じですね。そういう意識で組んでいます。で例えばじゃあリーフ君をリーダーにしました。リンありますよね。でちょっと発展形、ヨを入れてウを入れるとリョウになります。でこれで3文字ができます。で例えばハン、ハ、ごめんなさい、タンとかカイとかが、そもそも盤面に存在したときに、改良とか、良端とか、いう言葉が作れるようになります。はい。そういう意識を持つと、デッキは組みやすいかなと思います。あとは、使いたいなっていうキャラクターをどう活かすかっていうところですね。例えば、金目当てなが使いたい。そしたら、かーんっていうね、組み合わせもそうですし、かーいっていう組み合わせもそうですし、で、文字のバランスに関してなんですけども、例えば、かとか、あとか、たとかって、つなぎ文字ではなく頭の文字になりやすいんですよね。貝殻とか、体育とか、愛想とか。で、その間をつないでいくのが、いとか、うとか、うんなんですよね。このつなぎ文字をちょっと多めに入れる。っていう意識の方がいいかもしれません。頭文字ばっかり入れてしまうと、例えばかーとかきーとかばかりになってしまうと、かかきーとかかきかーとか、もうかかききーしか手札にないとかっていうことも全然ありえてしまうので、しっかりとバランスよく、つなぎ文字も入れていく。なのでまあ現段階ではいとうは2個ずつとかでもいいのかなと思います。でかつまあよーとか入れてりょうとかが作れるように
まあ、湯とかでもいいんですけどね。で、歯を、まあ、回復の歯を入れておく。これで肺が作れる。で、あとは、まあ、木。ここで木を入れることによって、量だけじゃなくて、強も作れるようになる。で、あとはそうだな、どうしよう。まあ、もう一文字どっかで頭文字を入れてもいいのかなとは思います。まあいいとかにしときますか。か、ちょっと進化できているキャラにしようかな。いねえのか。ただじゃあ、ね、せっかくなんでご神託を入れておきましょう。はい、こんな感じでデッキを組んでいます。じゃあ試しに、癒し水に行ってみましょう。これ勝てるかな？はい、さあここで今何も考えずクエストに挑んだんですけども、これ実はダメなパターンですね。僕すっかり忘れてました。あの本枠の方ではね、あんまり気にせずこの辺をやってるので、悪い癖が出ましたね。はい、癒し水チェンジマスが登場します。で、チェンジマスというのは、そこに、文字を入れると、文字が変換されてしまいます。で、今このマーク、このマークわかりますかね？今タップしてるところのマークですね。これはチェンジガードなので、例えばここに、こっちにしましょうか。こっちにこうやって入れると、マーがイに変わってしまいます。ただ、チェンジガード文字は入れても変化しません。はい。これがチェンジガード持ちですね。強いですね。なので、癒し水に行くときは、なるべくそれも、そういう、特性も意識して組めるといいかなと思います。はい。火曜会。で、チェンジマス、中には法則性があるチェンジマスもございます。なので、難しいクエストでも法則性があったりするので、あえてその文字に変換させてコンボをつないでいく。なんて手もできたりします。待って待って待って、今マリージア強すぎなかった？強っ。まあ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 、少なければ少ないほどダメージが上がる技ではあるけれども、強すぎ。強すぎワロタ。はい、しっかりと、攻撃をしていくのも大事です、回復をするのも大事です。はい、まあまあ、あの攻略のね、よいしょ、攻略方法等々はまた別の動画で上げていこうかなと思うので、今回は単純に、お試しプレイって感じですね。デッキの組み方を説明して試しに組んでみました。じゃあそのデッキで、試しに行ってみましょうって感じですね。で、何回かやって、試行錯誤して中身を変えていくっていうことも大事だと思います。自分のた、ね、やりやすさにしっかりしっくりくるデッキを組むといいと思います。はい、初クリアなので50個もらいましたね。はい、で癒し水をゲットしました。でゲットしたキャラクターを使って今度はまた別のクエストに挑むなんていうねサイクルを繰り返していけば、いいのではないかなと思います。はい、癒し水ですね、進化させてっていう感じですね。これもまあ、ゆるはげものが必要なんですけども、じゃあ次はゆるはげものに行ってみようかとか。はい。まずは降臨をゲットする。で、それを育成するために、進化させるために別のクエストに行くみたいな、そういう目標の立て方でいいのかなと思います。はい。ということで、今回はこの辺にいたしましょう。ゼロから始める言霊、おさらいでございます。
大陸をクリアしたらルーキーの、召喚を、召喚ガチャですね、を飛行、ね、各属性まんべんなく星5が1体ずつもらえるので、デッキを強化するのに最適でございます。はい、で、2、育成をしよう。ただね、ガチャを引いてキャラを持っているだけではこのゲーム勝てません。なので、引いたキャラは育成していきましょう。はい、で、進化させるために降臨のキャラクターが必要なので、デッキを組んで降臨に挑もうと。この3ステップが必要になってきます。なので、皆さん、始めたばかりの方はね、僕のこの動画を参考にして、はい、ガチャを引く、育成する、降臨に行く。敵を組んで降臨に行く。はい。をやってみてください。今後は基本的にこのルーティーンが、主になってきます。ね。ガチャを引く、育てる、降臨に行く。で、降臨でゲットしたキャラクターを育てる。で、それのキャラクターを使ってまた別の降臨に行く、みたいな。このルーティーンを回していければ、そのうち気づいたら何百なんてなってるのかなって思ってます。はい。ということで、今回の動画はこれまで、参考になった方、まあ面白いなって思った方は、また次も見たいよっていう方は、ぜひぜひチャンネル登録を、まあそれ以外の方もぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。次は、コラボの時の、なんか、あれしようかな。